車の音ってさ。あ、導入。ネットでフリーの音源探すといっぱいあるんだよね。アイドリング、ウインカー、ドア開閉、クラクションなど種類も豊富。でもないんだよ。な、何が？車をフォローする場面で使えるような音が。フォローって何？つまりこういうカメラが車と追従するような場面に合う走行音がいくら探しても見つからないんだよ。え、そうなん？うん。マイクが固定でそこを車が通り過ぎるみたいなのは山ほどあるんだけどね。録音難しいんやろか。多分ね。音が用意できないなら絵の方を変えるしかないか。何を言うとるんや葵。こういう時は作るしかないんや。効果音ラボの車が通り過ぎる音のここの車がマイクの正面を通る部分、ここを一瞬だけじゃなくて継続的に聞かせられればええや。まあ理論的にはここをコントロールプラス I で分割して端っこをフェードさせてからいっぱい複製すれば、ほーれ、ループ音源の出来上がり。あ、あれちょっとミスったかな。ループ箇所を再選定してもう一度。どうしてだよー。ありがとうお姉ちゃん、心意気は買うよ。でもこの音源からループを作成するのは困難。どうしても継ぎはぎ感が出てしまう。なんでやー。そもそも短い素材な上に音量も一定じゃない。その上、おそらく、ドップラー効果により、ちょうど欲しい部分でピッチが変化している。さすがに厳しいよ。卵焼きを解体して、目玉焼きにしようとしてるようなもんだよ。じゃあ、諦めるか？いいや、お姉ちゃん、私は勇気をもらったよ。もう諦めない。葵！でもどうする気や？そうだね。周波数、見よっか。車内の音を車内の走行音として使うことができない。それはなぜか？こういう疑問の解消が音作りのスタートラインです。で、まず周波数を見てみると、まあ見なくても聞けばわかるかもしれませんが、比較すると車内の音には高音域が不足しています。ほんまや。じゃあ、この高音域は何かというと、はいお姉ちゃん、どうぞ。風を切る音。それもあるかもだし、あとはアスファルトとタイヤの摩擦音もあると思います。ほう。それらの比較的高い音は物理的に遮断されやすいから、密閉空間である車内にはあまり届かないんだよね。なるへそ。で、この高音をどうにか再現しなければいけないことが分かったわけですが、どうするんや？ノイズを使います。ノイズ。オーダシティの画面上部、生成からノイズを選択します。3種類から選べまして、ホワイトノイズ、ピンクノイズ、ブラウニアンノイズ。一口にノイズっつっても微妙に違うんやな。今回イメージに近いのはブラウンかなぁと思ったので、ブラウンを選んで生成します。滝の音を遠くから聞いとるみたいな音やね。睡眠導入やリラックスに人気の音みたいです。さて、効果音ラボの音源。特に、さっきお姉ちゃんがループさせようとしてた箇所の周波数と見比べながら、作業をしていきます。スペクトル編集か。ふむふむ。2、300あたり。あとは、線の上下にがっつりってとこでしょうか。スペクトル編集を使い、同じ色になるように調整していきます。地道な作業なので、早送りしますね。ちなみに、スペクトル編集は3種類用意されていて、シェルビングは選択範囲をふんわりまんべんなく、パラメトリックは範囲の中心に特に強く効果を、マルチツールはさらに中心に効果が出ますが、効果値の入力はできません。不便やね、マルチツール。状況に応じて使い分けましょう。周波数をいじり終えました。聞いてみましょう。おう、だいぶ走ってる感じするね。しかしあまりにも一定すぎますので、フェーザーを緩くかけて、うねりを出します。デフォルトだとやりすぎなので、値を調整しますね。タイヤが転がってる感じが出たね。これで行きましょう。ちょっと広域が強すぎる気がしたので、調整しまして。これで車内の継続的な走行音の完成です。よかった。お好みで砂利っぽい音を足すのもいいかもしれませんね。絵と合わせて聞いてみると。
雰囲気あるね。もっと車に寄ったカットの場合は、エンジン音を足し、ノイズの 1kHz 付近をブーストした方がいいかも。ミラーに何ぶら下げてんのよあれ。ちなみにノイズを編集した音源をコモンズに置きましたので、ダウンロードしてみてください。シャリやエンジンはよその素材やから、別途ダウンロードしてな。それじゃあ今日はこの辺で、バイバイ。